お疲れ様です。今日はですね、バランス調整内容が発表されてましたので、そちらね、軽く紹介しようと思います。さあ、こちらカブトムさんがまとめてくださってる10月のねバランス調整内容なんですけども、いつもあざます。まあ今強いねナイト、バーバリアンの限界突破時のステータスが下がるよと、そして使用率の高いボムタワーであったり、あとマジアチャの下方ですね。あとはまあ俺結構好きなんですけど、ラバハンドも下方があります。まあラバーなんだかんだ多いよね。多いで、まあ右側ね強化とかリワークになってくるんですけど、まあスケの限界突破ね、はい、1体だけちょっと落ちこぼれというか、まあ目立ってなかったんで、まず最大ねスケルトンの増える数が6から8になって、まあちょっと幅広く使えるようになるかもしれないって感じかな。で、アイスゴーレムで、アイスゴーレムは、まあ、スロー効果ちょっと強くなるっていうので、まあでも結局ナイトとかバーバリアンとかスケキンとか、この3コス4コスの他の縦枠が結局優秀なんで、強化されたからといって使われるかはちょっと怪しいかな。 2.6 億使いが、まあ、気持ち程度喜べるぐらいかな。で、あとは結構デカめの強化がジャイアントですかね。はい、距離が、遠距離、気持ち距離が伸びなさい。まあ腕伸びたと思ってください。そしてリベンジゴブリンも HP が 5%、 あ、これ中から出てくるゴブリンのことだと思います。違ったらごめんなさい。はい、まあでも今施設が結局ボムタワー一強なんで、まあ、そこをちょっと変えようっていう調整だと思います。なんでまあテスラとかインフェルノタワーも次の環境ちょっと強いんじゃないかなっていう、まあリベンジゴブリンもですけど、他の施設いろいろ増えてきそうですかね。で、最後ちょっと面白いのが雪玉ですね。ダメージは下がるものの、ノックバックが強くなるんで、結構これバルーンとか、バルーンに対してマスケとか出てきたところ雪玉打てば、意外とね、一発通せたりとかもあるんじゃないかなっていう、これ結構好きですけどね。まあ基本的にバルーンにしか使われないカードではあるんですけど、まあ防衛でホグの防衛とか、まあ結構なんかいろんなところでも活躍できるようになりそう。雪玉にダメージは別に求めてないんですからね。というわけでこちら今日やっていきます。バランス調整と全然関係ない。はい、関係ないんですけど、まあ、またバランス調整カードはバランス調整された後にいろいろ触れて、はい、動画出していこうと思うので、また確認してください。今日はエリポンミラー、エルジャイミラーやっていきます。まあなんかエルジャイを最近使ってなかったなと思って、まあ一応環境そんないるわけではないんですけど、いてこれいてこのエルジャイぐらいしかいないんですけど、よーザップは珍しいんじゃない。ペッカとかいないけど、ペッカの可能性ある。あ、スパーキーですね。あ、で、LJ はスパーキーきついんですけど、まあ、フェニックスミラーとか、なんかやりようはすぐあるのかなっていう。はい、で、頑張るよ。いい、防衛よ、これが。なんならカウンターで、フェニックス行っちゃったり、じゃあ LJ か。まあ、落ち着こうかね。でもこれ暇すぎる。エリポン俺置きたいね。マジエリポン命です。で、うーん、さすがに守るか。フェニックスをね、多分5、6体出せば勝てる試合だと思ってますけど、そういう感じじゃないかな。まあ、あとエリポンね、今回の相手がザップレイジなのか、ちょっと熱いか。マジこれ正しいとか知らないけど攻めます。スパーキー2体もないよね。これしかも勝てるんじゃない、ゴブリンって。どうなんだろう、勝てないんだ。なんでやねん。うっ、フェニックス次第マジ。これさ、ないと、おい、やめろよ。嘘でも入るなよ。おい、マジで入るやん。まあ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 、まあ、ギリ許すよ。エリポン受ける。今回ってファイボないんですよね。ちょっと熱いぞ。ザップレイジね。無限エリポン編。最近エリポンしか立ててない気がするけど、これが気持ちいいんですよ。幸せなんですよね。いや、ファイボあるやん。あれ？なんで？ファイボあるんかい？いやー、ケツでいいのかどうかっていう、すごい怪しい気もするんですけど、ケツで1個。ファイボ打っちゃう。ああ。これでまあ飛ばして。
耐えたい。え、これ耐えたらさ、相手の方が絶対きついっていう話する。で、フェニックス親子鳥、あのスパーキーはね、もう知らない。マジで頑張れ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 、どうにかなってくれ。ボンバーがあれキング落とすみたいな夢もちょっと見れる。え、夢もちょっと見れそうだけど、右が普通に落ちる。エリボン、エリボン今回下方されなかったんだな。なんかエリボンが強いのか環境でたまたま合ってんのか分かんないんですけど、まあ下方されてもいいと思ったっすけどね。エリボンとかもね、来シーズンも残るのか強いのかっていう気はしてます。さあホグ来る。え、なんでこのトルネがないの俺に。なんで、おー一発で抑えられた、でかすぎー。さあエリポン無限です。結局ね、結局エリポンでいいのよ。エリポン置いて5打たれるんで、もう一回エリポン置きたかったんですけど、ミラーもないと。え、マジ手札サイクル終わってんな。おい、なんでよ。アイゴレね、 2.65、 26はね来シーズンちょっとまあ、強いは言い過ぎだけど、今よりはだいぶマシなね、世界がちょっと見えるよね。アイゴレ強化だし、限界突破すけワンチャンみたいな感じだしね。 2.6 ワグの時代が来るのかついに。まあそんなこと今まで何回もあったけど来なかったですからね。さあまあ暇なんでボンバーぐらいも授けてあげよう。ああ、これね金ギドできないんですよね多分。今あのボンバーに2発ぐらい殴られたじゃないですか。だからタワーの目の前でやられちゃうっていうことが起きるんで、多分それを狙ったホグじゃないかな。あれ、なんか鳥が餌食ってる。いや、これはもう一回リポン置いちゃうんですよね。インチキエリポンミラー、よし。いやーいいよ、しかも限界突破ないと止まります。いや打ってくると思ったけど痛いね一発。よし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 、これしていくだけだからね俺は。フェニックスも出して、フェニックスフェニックスして呪文使わしてのエリポンもあります。これやばくない、これでエリポン使わして、よしで、まずは防衛から。ゴブリン、いやゴブリンが強いのよねこれが。で、まずはエリポンから。よしよし、だんだんね儀式の準備が整ってきてる。で、両サイドね、痛い、キング起動してないからか、結構痛い。やばい、引きこもりすぎた。あります。めっちゃいい方来た。やばい、呪文が
やばすぎる。怖い怖い。はい、もの。10万でもいかれる。守って。ナイトが通るのよね。ナイト。危ねえ。絶望だった。危ないね。まあこのデッキは来シーズン別にナイトしか加工されないので、まあ、全然来シーズンも可能性はあるよと。来シーズンもエリポンをいっぱい置きましょう皆さん。やだなこの島なの。ディガーね。まあディガーってことはスパーギーとかないと思うんで、もう出しちゃいます。ラバーだったら嫌だね。ラバーは嫌だね。ディガーってことは墓石もないからミラーエリジャーまで見えるけど、さすがに落ち着きます私。あーボンバーも咲いたのよね。シップまあまあまあ、これフェニックスだけで抑えられるって考えたら、あの相手も暇してる。このファイブはね、暇な証。リガ絶対拾います。何があっても拾います。これってさ、拾ってもさ、自分で壊しちゃう。いやー、まあ仕方ないよねこれに関しては。これに関しては仕方ないよね。俺悪いわけじゃないよ。おー、まあババあるしな。インドラもいると思うんですよね。まあでもボンバーぐらいで。あれさ、円入らないか。うわそれずるいな。ずるいって言っちゃうもん。耐えます。やっぱ耐えること大事ですからね。いやあのトルネはね、使ってもいいけど使わなくてもいいな。ここのエリジェフト欲しい。あ、ナイト誘導もあり。熱いこれ。どれでもある。からババ咲いたらさ、あんたこれどうやって止める気？教えてよ俺に。ババ咲いたらさ、どうやって止める気なで、柳使ったらこのゴブリンどうやって止める気なの。オッケー、サグスゲーム。いいね、フェニックスミラーで対空無限に思わせる。いいよ。お、鬼がかりラッシュ。あっつ。なんか何だったっけ、なんかあのデッキ使ってる時に2回ぐらい当たったんすよね、動画撮ってて。なんかっけ、なんかのデッキで相性良かった。新鋭隊使ってて、あ、でもダックプリで？いや、ペッカだった。絶対ペッカだった。この記憶はね。まあ、これはね、許容ってやつですね。え、マジで、しゃーなしっすね、このダメージは。本当はここでゴブリンで欲しいんですけど。で、俺ぐらいになるとここでナイト追加を行くんですよね。で、ファイボで綺麗に鳥生まれそうじゃないこれ。おはようございます鳥さん。あー、ガゴか。いや、まあこれはダイバード取ったんでいいでしょう。レイジね。てかダクプリだったのか、わかんない。ペッカダクプリの、まあ、レイジっすね。よしよしよし。いやー全然いいの。ラッシュで突入ですよ、これ。リゼロくんね。はい。
死に戻り、私のフェニックスは無限に復活します。これフェニックス、フェニックス相手絶対きついぞ。暇してんね。もうこれでいい。でからのこのゴブリン、美しい。よしよし、あっ、どっか行っちゃった。死に戻り、でも死に戻っちゃうんですよね、フェニックスちゃん。ああでもその子じゃうまい。でも無限無限無限なのよね。よしよし、これがエリポンです。相手のペッカが間に合わなくなるっていうインチキエリポンです。よいしょ。オシャンティキング起動世界ない、普通に溶けたそれで入れて、はい、フェニックスおかえり。いやこう考えたらフェニックスってさ、どう考えても強いよね。まだまだまだ強いよね。下方されてもおかしくないぐらいですけど、まあ他に強いのがいっぱいあるからなんとか許されてます。おにがかりラッシュー、いいね。エリポンでなんとでもなってる。エリポンとあとミラーね、フェニミラー、ゴブリンミラー、ナイトミラー、ボンバーミラー、トルネミラー、意外とどれも便利なことで、この後ミラー来てほしいな。エリポンポン来たい。うう外れ。さあババア、まあまあエレジェイババアやなんですけど、結局エリポンいっぱい置けば、あーまあラバーですね、どう見ても。でまあ墓石がありそうですね。あースケダル来たら終わるなこれ。まあ単発はいいでしょう。終わった。エリポンミラーも置けない。絶望の245きた。おーい、こういうの死に戻りさせてなかったことにさせてくんねえかな。これねメガゴちゃんくんだよな。逆に来させた。よし、この罠に間はまったぞまあ俺がピンチなのに変わりはないんですけどね。ああ、まあいやーこれマジでトルネミスってなかったら絶対勝てたな。てかまだ負けてないんですけど、余裕でここでこういっちゃう。バーバリアン、いや墓石までセットでついてくるんだよね、ちゃんとね。墓石ってさなん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 、墓石ってなんなん、本当に強すぎんか。あのカード顔しろよ。いやマジでワンチャンあります。次一撃で倒せばいいだけ。問題は何をミラーするかだな。エリジェか、フェニックスもあるけどエリジェだな。やめないとあんまやられないでくれ。マジぶった。マジ墓石強すぎだろ。おい墓石でも強すぎだろ。ああファイブが飛んできます。うああもうざけんなよ、取るねー。ごめんなさいね、本当にたまにこんなことがあるんですよ。まああんななかったことにすればいいんでね。はい、俺の記憶から抹消します。 OK、 まだ負けてない。 YouTube、 YouTuber 来た。
なんか名前にへが入ってるかなんかあれだね。なんかね、見ちゃうな。絶対検索するこの後。あ、遅延つけらですかい、お兄さん。まあ、一旦いっぱい置きたいな、エリポン。いやー、めっちゃいいこのエリポンミラーのサイクル。しかもこれナイトまで行っちゃうとさ、意外とこのナイトフェニーの形が良かったりするとか思ったら、いや、ボス系お前強すぎだろ。何回言えばいいんだ。で、これ、エリポン行った後にゴブリンあるんで、基本スキルはね、ゴブリンで守れるっていう。いや、ポイズン使う。いいね。ナイスポイズン。で、リポン切るっしょ。で、これ今スキル来ても、ゴブリンあるんですよ。結構来るんじゃない？こういうのって。暇でしょ、あんた。手札が。で、そうね。来るんだよね。で、もう絶対守れるっていう、この。はい。オッケーオッケーオッケー。で、気づくと、またエリポンが溜まってるんです。これどっちだ？ここか。よし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 。完璧だ。からの。もう一回エリポンいってもこれ、ポイズンで2個当たんのかな。いや、冷静にエリジェイからいこう。よしよし。エリクサー漏れは気をつけてね。で、エリジェイミラーを行くよりは、シンプルにフェニックスでいい気がするんだよな。そうだ。やばい、エリクサが。で、エリポンか。オッケー、ポイズン使ってくれた。つい。ボンバなんか、ずっと寝てんな。で、エリポンクッション。悪魔のループ入ってます。で、防衛リジャイ。やばい、エリが。え、やばこいつ、自分スケラなのにキング起動してきやがった。守って勝つプランか、これ。鬼のそんなことある、勇者すぎん。いや、まあ、守って勝つプランなんだろうな。もうほんまか、俺こっから全部守られたら負けです。ガチか、マジの男や。アドを阻止する、そっちを優先してくる。マジの男だな。いや、俺マジで冷静なんだよね。最初の最後までね、冷静な男はクラロワ勝つね。どんな状況でもエリクサーポンポンを置いてみせる。マジで勝つことだけを考えてますもん。勝つことだけ考えてますよ。タル使ったら追加のゴブリン穴へしててやだな。なんかおい、これがエリクサーポンプです。エリクサーポンプデッキです。エリジェイじゃないですよこれ。おい、ナイトも2体、フェニックスも2体、マシマシドリーム。いや、ナイトマジエグ。もうあの勝ちを諦めてはないけど、何あれ、ほぼ諦めて。いつどんな時もエリクサーポンプを置くべし。野生のゴブリンが飛び出してきた。まだナイトも限界突破あるんでね、雑に裂いていくか。ぽい。あとはエリポンミラーしたいんで、そこだけ回したいんですけど、ババね。まあラバーエリゴレ何でもあるな、ババもないとも。正直。最近の環境だとね、ほんまわかんないっすね。あー、タル、いや、エリポンゴレか。めちゃめちゃエリポンゴレだな。いや、違う。なんだこれ。
だババタルインドはねあんまないイメージがある。なんだこれ、これきつそうだね。いや全然か、いやマジでわかんねえな、なんだこのデッキ。まあもうスケラかバルーンなんですけど、基本的にはタルがあるとバルーンなんですけど、スケラっぽいね。えまさかのエレジャイでした。いやまあこれは戦略的防衛リポン。え、エレジャイなんだ。ボーラーマザネクインドババ、めっちゃ重いエレジャイやん。めっちゃ重いね、やばいね、ガチ重だ。エリコンミラー刺さりそうだな。いやなんでマザネクやねん、うちのゴブリンが。やめて、しかもファイボね、やばいな。だいぶ特殊なね。わめっちゃマザネクきた。マジで見えん、なにこれ。いやでも全然耐えてる。しかも俺エリポン置けましたわ、でかこれ。いやでもババやだな、ババ。うん、マザネクもなんかなんだかんだ嫌だな。戦略的防衛リポン。ここはね何も出さないんですよ。でコストを使わして、これ左も右もどっこいしょってやつですね。で俺は左をどっこいしょしたい。よし、あれも共有できる。これ止まんねえぞ、トレーナーもあるよ。よしよし、これがねもうエリアードの暴力。さあグッドゲーム。エリポンでもエリシャイの防衛に使えたんでだいぶ便利でした。ナイス。さあというわけでこちらのエリポンエリシャイミラーも皆さんぜひやってみてください。ちゃんと動画お願いします。お疲れ様でした。またね。